プロデューサーの皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じ、サカポンです。はい、本日はですね、久しぶりにね、デレステのガチャ実況の方を撮っていきたいと思います。いやー、ちょっとね、最近ね、テンションが、ちょっと仕事が忙しくてね、この前のミリスタの動画なんかね、ちょっとテンションがおかしいな状態になってましたね。うん、ほんと。このね、猛暑でね、もう、ね、もう、どうしようもないっていう感じだけどね、もうしょうがないけどね、ね、ちょっとね、もう暑さでバテてます。もうどうにかならんのかなっていうぐらいです。うん。で、仕事も忙しくてね、満足にね、ね、イベントとか走れる状況じゃないですよね、最近。まあ、そんなわけでね、今日はどうなるでしょうか。で、ちなみにね、ガシャね、実はね、今回のガシャね、昨日、60ガシャだけ昨日引いてるんですよね。まあ、あとね、私ちょっとね、個人的にね、いろいろあってね、キャッシュ今クリアしてる状態、この前ちょっとクリアしちゃったんでね、60ガシャでもね、ロード入っちゃう可能性高いんですよね。まあ、ということでね、今日はね、そのね、ガシャ、ちょっとね、衣装買って10連チケット買ったんで、ですね、10連とそれぞれガシャ、今2つ来てますけど、2つピックアップガシャ来てますけど、60ガシャ2回、計12連引いていきたいと思います。ではね、いつものあの、おまじないからです。よし。はい、このおまじないから、はい。いきたいと思います。今来ているプラチナオーディションガシャ、2つのピックアップガシャが来ておりますね。それぞれのアイドル詳細見ていきましょう。1人目は、ついに SS レアカーですね。ライフオンライン。砂塚明来ております。こちらダンス特化型。センター効果、クール、クロス、パッション。クールとパッションアイドル編成時、全員の全アピール値 30% アップ。全員の特技発動率 35% アップ。特技、シャープ、自分スタイル。効果9秒前。効果率でしばらくの間、パーフェクトのスコア 10% アップ。フリックアイコンなら 30% アップとなっております。うん、フリックアクトですね。特訓はこんな感じです。うん。もうゲームの中の世界の衣装って感じですかね。うん。で、こちら共通の S レア、新 S レア、桃色ハート、松村さくら来ております。こちらバランス型です。ね。センター効果、キュートエナジー、キュートアイドルのライフ 20% アップ。特に愛情注入、あ、注入してほしい。もう何言ってんだ私。6秒前、中確率一瞬の間、パーフェクトでライフ3回復となっております。どこがこんな感じ、うん、ゴックさんって感じですね。そしてもう一人、こちらゆりゆりの方ですね。こちらゆりゆりフェスティバル、大西ゆり子来ております。こちらもダンス特化型、センター効果、キュートステップ、キュートアイドルのダンスアピール値 90% アップ。特に、Go to 沼沼沼効果13秒前、高確率でかなりの間、コンボボーナス 12% アップ、グレート、ナイスをパーフェクトにする。うん、ですね。特訓はこんな感じです。うん。ゆりゆりらしい。ではね、今回はね、60ガシャで、2つですね、2つ引いて、で、こちらのアイテムを使って、このアキラの方、ちょっと引いていきたいと思いますね。うん。ではね、それぞれ60ガシャからいきましょう。こちらからいきましょう。1、2、3、4、5。では、どうなるでしょう。よいしょ。まあ、ロード入るか入らん、入るんですよね。ちょっとキャッシュクリアしちゃったから。
はい、こちらの60画社ではほのかさん来てくれました。はい、ではね、もう一つの方のこちらの60画社行きたいと思います。いきます、1、2、3、4、5、どうなるでしょう。よいしょ。うん、はい、こちらはひなこでした。うん、まあね、ジオレンやからね、結果は残せないと思いますが、まあどうなんでしょうか。ではね、こちらサクッといきたいと思います。ロード入ってもちょっとわからないからね、今は。よいしょ、では行きたいと思います。どうなんでしょうね、今のロード。青です。青、怖い青。あ、行きたいと思います。よいしょ。あ、Sレア3枚。1人目、秋軍曹。みおさん、はい、なたちゃん、あきは、きらり、せめてね、ピックアップと思ったらみおさんですね。続きまして、れなさん、みお、レイナ様、そしてラスト S レアが、ネネさんでした。いや、厳しい。久々に10連聞いたけど厳しい。うん、てなわけで、まあ今回はね、あれでしたけどね。まあ一応優勝ジュエルが残ってるんで、しばらくはね、60画社回したいと思ってます。まあその時に動画撮るかどうかちょっとわかんないですけどね。ちょっと気まぐれなもんで、私も。仕事忙しくてね、動画撮ってもね、編集する時間があんま撮れない時がほとんどなんで、最近はね。ではね、いつものこのコーナー、この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーで、本日は締めたいと思います。いやー。いや、まあ、最近ね、なんていうかね、いいことないっていう感じなんですよね。ちょっと運がだいぶガタ落ちしてる感じがするんですよね、自分の中で。まああれですけど、気にしてもしゃあないですけどね。いや、もう参りました。ではね、で本日紹介するアイドルなんですけども、ちょっとね、独特な世界観を持った女の子です。アイドルです。少々お待ちください。はい、本日紹介するアイドルはですね、少々お待ちください。よいしょ、二宮明日香くんです。明日香くんはですね、世の中の反、に反抗するという意味でね、エクステをね、ね、ちょっとね、おしゃれに取り入れたりしてるね、ちょっとおしゃれな、そんな一面があります。で、アスカくんといえばね、ランコと双璧をなす、ま、中二病キャラでも有名ですね。まあ、ランコがね、まあ、板川系だったら、こっちはもう、クール系の、ちょっと、まあ、中二病キャラクターですかね。痛いっていうとこは共通してるんですけどね。でね、そんなね、クールなアスカくんですけどね、周りの個性的なアイドルにね、振り回されることもしばしば。そんなね、アスカくんなんですけどね、
中の人、声優さんを務める青木しきさんもですね、普段から僕という一人称を使ってる方なんですよね。同じ僕っ子ということでね、もう役柄もぴったりなんではないでしょうかね。そんな二宮明日香くん、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧にタイトル別に動画、過去の動画並べてます。もしよろしければそちらもご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。